こんにちは。私はアレックス・コールマンです。アーカンサー大学の1年生です。専攻は数学です。これから僕の週末について話します。どうぞよろしくお願いします。僕の週末は良かったです。金曜日に利用でゆっくりして食べて寝ました。僕の友達はアナリーです。アナリーさんは僕を利用に呼びました。アナリーさんの寮はとても綺麗です。でも狭いです。アナリーさんと疑問して遊びました。その後、僕は寮に帰ってコンピューターで宿題をしました。土曜日に起きてシャワーを浴びて出かけて学食に行って朝ごはんを食べて散歩して寮に帰りました。うちで宿題をしてゆっくりしました。あの日は良かったです。日曜日に友達は僕をうちに呼びました。友達のうちで遊びました。ご清聴ありがとうございました。はい、アレックス・コールマンさん質問します。金曜日にどこでゆっくりしましたか？うちでゆっくりしました。はい、友達のアナリーさんはコールマンさんをどこに呼びましたか？寮に呼びました。はい、土曜日に朝ごはんを食べて何をしましたか？もう一度お願いします。はい、土曜日に朝ごはんを食べて何をしましたか？散歩して寮に帰りました。はい、友達はいつコールマンさんをうちに呼びましたか？もう一度。はい、友達はいつコールマンさんをうちに呼びましたか？もう一度お願いします。はい、友達はいつコールマンさんをうちに呼びましたか？日曜日に呼びました。はい、ありがとうございます。